おのざとはじめおのざとはじめ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 に物申す<ー>すいません、ちょっと酔っ払っております。申し訳ない。お酒のせいに、お酒のせいにさせていただきたいはじ <laughs> めに物申す。なんか最近、ゴミ屋敷、通称、 生活保護で木満長者、中、通称、品田が、なんかいろいろ、いろいろと、混じってるっぽいっすね。なんか昨日、そう、昨日 <laughs>、昨日、初めて、僕インスタや、ずっとやってるんですけど、インスタのダイレクトレメッセージで、品田品田品田さんから、 吉谷さん、小野沢さんが僕の話をするみたいなんで、ライブ見てくださいっていうね、あのメッセージ来まして、<laughs> まあ僕ちょっと動画撮ってたんで、ね、次の日アーカイブ見たんですけど、そのアーカイブを見たことがきっかけで、こちら、1ヶ月前の <laughs>、1ヶ月前のいつだこれアップしたの ?12 月18日にアップしている動画がなんか出てきまして、すみません。 もうだいぶ2ヶ月か1ヶ月経ってますけど。こちらね、今回物申したい。えー、陰極窪哲郎さんありがとうございました。吉谷拓郎さん待ってますよっていうね。この吉谷拓郎の、牢が間違ってるよと。牢が間違ってるよと。明朗の牢ですよと。<laughs> まあこれは間違え、間違われ続けて、 あ、でも、鉄郎の牢は合ってますね。鉄郎の牢は合ってるけど、僕の牢が、もてっちゃんの牢と僕一緒ですからね。てっちゃんの牢と。てっちゃんの牢は合ってるけど、僕の牢は間違ってます。修正物申すなんかあの、これちょっと動画見たんですけどね。僕の名前入ったんでね。すいません。2ヶ月前ぐらいのアップされてるやつですけど。なんか久保さん言ったみたいですね。そう。 なんかなんか全国でやる、この動画で全国でやる言うてましたけど、鹿児島でやるんですかね。小野里はじめ。全国でやる言うてたけど、鹿児島開催はあるのか。はじめちゃん。はじめちゃん。全国でこの動画やる言うてたけど、鹿児島開催あるのかい。まあ鹿児島はちょっと集客、一応しんどいと思うんですけど。鹿児島。 福岡あたりだっ私、ね、はね <laughs> いや僕ね8年ぐらい鹿児島でこうやってますけど鹿児島でなんか、あのー、お客さん23人ですよ8年発信して23人どんだけ鹿児島の少ねえんだみたいなねまあ僕の影響力が少ないっていうのもあるんですけどいやいまだにねいまだに初めじゃんセブンイレブン行くとねほぼ現金だからね ペイペイ使ってる人あんまいないよね。なんかペイペイもね、なんかそのその、品田ちゃんが、品田ちゃんがあの、ライブ見てくださいって言われましたんで、アーカイブでちょっと見たんですけど、そのペイペイでね、多分これお年玉、おそらく、おそらく僕の見解ですけど、お年玉あげちゃうよ。これ僕の企画をパクってんじゃないかな,みたいな <laughs> どうなんだ僕の企画をパクったんじゃないか。ペイペイで。まああの、5千円、いや、億万長者はやっぱ5千円ですよね。 そう赤のやつは、そう、赤のやつ。赤のやつに1 0あげますよ、みたいなね。赤のやつも、なんか言ってるらしいですね。赤のやつ、ちゃっかり言ってるやん、みたいな、ね、なんかいろいろぐるぐる回ってますね。い<々>いや、とりあえず、こちらね、漢字間違ってますので、僕より頭いいでしょう僕、漢字書けないんですよ。はじめちゃんは漢字書ける 漢字,漢字が書ける男が漢字を間違えてるわけですよ。これは物申すしかない。名 <laughs> 朗の牢ですよ。これてっちゃんの牢は合ってるけどね。YouTube のタイトル修正をお願いいたします。YouTube のタイトルね。「隠境久保哲郎さんありがとうございました。吉谷拓郎さん待ってますよと」とこの牢が違いますから。「太郎の牢」になってますよ。 てっちゃんとこうてっちゃんとねろうが一緒なんですよ迷路のろうもうてっちゃんもねあの結構生きてますけどこのろうね相当間違えられてるみたいですけど <laughs> まあもう慣れっこですけどねもう慣れっこですよこねメーローのね迷路のろうで書いてくれることがねあんまないですよねいやーなんか H2 盛り上がってるらしいじゃないですか H2 ね なんかこの動画で言ってましたけどね会えますよといや僕はじめちゃんにお会いしたのがもう5年ぐらい結構前ですよねそうこここ,ここで対談しましたねそう対談したのはいつだろう結構前ですよねそういやーなんか時間早いですね時が経つのはそう まあなんか元気そうでやってるようで、なおかつね、今荒ぶってる品田さんですよ。問題児品田です。これ絶対、絶対ゴミ屋敷さん見るでしょうね。<laughs> 絶対、見てるでしょゴミ屋敷みたいなね。これね、実はね、これ言っちゃっていいかな言っちゃいましょう。あの この前、金麦研究所っていうメンバーシップやってたんですけど、そのゴミ屋敷さん入ってるんですけど、その、おの里はじめに物申すシリーズいいんじゃないかみたいなあ言ってたんですけど、僕があのせ先人切って。<laughs> いや、でもこう突っ込めるでしょだって漢字違うんだから。漢 <laughs> 字違うから。<laughs> 吉谷拓郎さん待ってますよって書いてありましたけど、すいません。か確認してませんでした。まあ、僕はあの自分のことでいっぱいいっぱいですから。 そうあの品田さんが、あれなんですよ、DM でね、うん、吉田さん、これ、小野沢さんのライブ見てくださいみたいな、いや、ちょっと仕事ですみたいな <laughs> で一応、一応ね、見たんですけどそう、見たことがきっかけで、小野沢とはじめが、この関連にいろいろ出始めだったよね、これ、出てきましたよ <laughs> そう。いや、なんかすいません、なんか僕の取り上げていただいてありがとうございます。 感じ間違ってますけど。いやーね、あの、鹿児島でやってますけど、いや、鹿児島、やっぱ薄いっすね <laughs>。僕の髪の毛も薄くなってきましたけど <laughs>。まあでもね、まあ僕、東京離れると時ね、結構言われましたけど、吉田さん、鹿児島行って大丈夫ですかって言われましたけど、8年やってますね。やっぱネット関係ないっすね、本当に。 ネット関係ないですよだ僕のコンサル生ねもうタイ今行ってますからタイそうタイに法人作りましてまあだから今年にはもう1億ぐらいいくんじゃないかなっていうねそうルーキーですよルーキー出てきましたねそう1,000万の売り上げを5か月ぐらい連続達成ですかルーキー出てきましたね稼ぎすぎてタイに法人作るっていうね なんか今年はなんかお正月たあのタイで過ごしたっぽいですねまあほんと関係ないですねネットすごいですねどこでもできますよでもねか東京離れても8年ですよやばくないですか早いですよね当時ねまあ僕のあの今しゃべりながら思い出しましたけどあのあのまあちょっと名前は言って あの,あの自販機ですよね自販機あれカメラ転売稼げるんですかみたいなねあれ結構良かったっすよねあの即興で全部やりましたけどあ,あ小野沢さんみたいなあのなんかカメラ転売って稼げるんですか稼げますよみたいなねあのアングルあのアングルも良かったと思うんですけどねそう。 懐かしいっすね。そうそうそう、はじめちゃん。でもうカメラ転売引退されたと思うんですけど、引退してますよね、カメラ転売、さすがに。そう、最近ね、はじめちゃんならわかる。はじめちゃんならカメラ転売やってた、はじめちゃんならわかるよ。はじめちゃんならわかる。僕、今年1月、今年1月、ソニーのフルサイズ。こちら。はじめちゃんならわかるでしょう。ソニーの G マスター。 G マスターレンズです、G、マスターフルサイズ買っちゃいましたさっきねこれでちょっとお酒飲みながらあの動画撮ってたんですよでお酒飲んでこ,これでお酒飲みながら撮っていてでまあパソコン2つあるんですけど、まあ、こっちでなんか関連に出てましてで吉谷拓郎って出てたんで、まあ、今撮ってるんですけどはじめちゃんならわかるでしょ G マスターそう 買っちゃいましたね、ついにカメラのことなんて全く分かんないんですけどまさかこのフルサイズ G マスターまあトータルもろもろ細いのも入れて50万ぐらい三脚とかもいろいろ買いまして SD カードとかまた新しく買ってねこんなんでね買うあの撮影するとは思わなかったですけど時代すごいですね すごいきれいに撮れます。時代です。これ G マスターやっぱすごいですね。めちゃくちゃきれいに撮れる。しかもね、オートフォークスはめちゃ早いし、すごいです。しかもこの、なんだ、結構、まあ、フルサイズだけどコンパクトですね。そう。α7C2 ってやつです。去年の10月に出たやつで、まあ、フルサイズの中で非常にコンパクトで。 こんなんなでやってますよ編集してないですけど <laughs> はじめちゃんならわかるカメラテンバやつだからねそうそうあーでもねはじめちゃんはじめちゃんそうあのカメラはじめはじめちゃんから習った小坂君、くん小坂君くん知ってるかなその小ざ君、そのはじめちゃんから習った小坂君くんとタイアップ昔セミナーをしてでその 小坂君とタイアップしたセミナー映像がきっかけでカメラ転売を始めた斎藤先生っていう先生がいるんですけどなんとハめじゃんこれすごいでしょカメラ転売でなんともうメルカリの評価1000を超えましてメルカリの評価1000ですもうカメラ転売でもう4年ぐらいずっと稼ぎ続けてますね、はい、ありがとうございます 元をたどると、はじめちゃんです。斉藤先生の元は、はじめちゃんでございます。ありがとうございます。はじめちゃんからの、小坂くんからの、斉藤先生っていう。4年もずっと稼いでますからね。この前ね、メル、去年だったかなメルカリの評価1000超えたっつって。うもうずっとカメラ転売で、やっぱね、やる人は稼げますね。やる人は。 なんかあのそうそうライブのアーカイブで僕らライブのアーカイブで見たんですけど何だろうな,どなんかはじめちゃんにね誰かが質問してて「副業どれが一番稼げますか?」みたいなねこれは答えが一つありますみたいな「副業ってどれが一番稼げますかはじめさん」みたいな「小野沙さん」みたいな「それはもう答え出てますよ」つって「何でも稼げます」みたいなね「何でも稼げます」みたいな。 まあ稼ぐ気があるかないか、まあ、これが一番ですみたいなこと言ってましたけどおっしゃる通りでございますおっしゃる通りですね何でも稼ぎますねだってその斎藤先生ももうメルカリ評価1000超えましたけど全くカメラも全く分かんない人ですからね全くですそうだけど今もうずっと稼いでますよそう そんな感じでございますあとりあえずあの漢字間違ってるので、はい、大丈夫ですか漢字漢字間違ってますよそうそう H2 ね H2 まあ東京でななんかまたなんかなんかアーカイブでさあかな,なんか4月になんかやるらしいじゃないですか4月にで2月はなんだっけな準備で4月から みんなを稼がせますみたいなね。はじめちゃん。はじめちゃん。まあ一応、はじめちゃんの、これ僕の YouTube のリンクシェアしてないよね、はじめちゃん。はじめちゃんシェア、あしてないね。あ隠居 TV レポート。あこれ、久保さんの動画はあれですけど、吉谷拓郎待ってますよと言いながら、吉谷拓郎チャンネルは、 シェアされてないけれども、今日はですね、1月18日、はじめちゃんのチャンネルシェアしとくよ。はじめちゃんのチャンネルこの概要欄に小野ざとはじめって誰やねん。あ、そう一応対談動画もあるんでね、その対談動画プラス小野ざとはじめチャンネルをリンク載せときます。 こちらで僕のチャンネルシェアされてないですけど。<laughs> いいでしょう。いいでしょう。ういやーでも、はじめちゃんあれですね。全然吹けないですね。全然吹けない。変わってないですよね。まあちょっと映像越しなんであれですけど。全然変わってないなぁ。昔と。若いっすね。僕なんかもう髪の毛がだいぶなくなってきましたからね。 これ全然変わってないよねはじめちゃんやっぱお金かけてるんですかねお金マネーがありますからねはじめちゃん全然変わってないないいじゃないですか H2 クラブあじゃあこれちょっと「おのさとはじめに物モ申モしたい H2」って入れといた方がいいですかね これ多分、キーワード的にいいんじゃないですかどうですか ?H2 って入れた方が。おのざとはじめに物申したい。H2 どうなんだみたいなね。キーワード的に。H2 クラブ福保さんは H2 クラブ ?H2 クラブ入れてるな、これね。そう英語の方がいいはい、ですね。10月18日そう。入れときますよ、キーワード。しっかりと。ちゃっかりと。 まああのまあ正直正直僕はねはじめちゃんがね途中で人が変わったのかなと思った時もありましたけどまあ56年前ですねはじめちゃんにお会いしてあ俺が間違ってたのはじめちゃんはやっぱ変わってなかったんだな俺が勝手に見方を変えてしまったんだなっていうね ちょっと反省点がありましたけど今もねやっぱ会えるっていうね今も会えますよと、まあ、この動画でも言ってますけどあこの動画のあこの動画のリンクも入れとけばいいかそうこの動画でもおっしゃってますけどねどこにも逃げませんよと会えますよといつでもウェルカム素晴らしい素晴らしいじゃないですか僕もウェルカムなんですけど鹿児島まで来る人あんまりいないんです 結構だいぶウェルカムでやってるんですけどねまあまあまあ鹿児島来る人いないですね<う>まあ根性やる気とかまあまあないと鹿児島まで来れないですねみんなそうなかなかやっぱ鹿児島仕切り高いですね鹿児島は島ですから島ですから<う>まあとりあえずこの動画とあとは対談動画と はじめちゃんチャンネルをねご紹介しておきますから「おのざとはじめ」って誰やねんと「おのざとはじめ」って吉谷さんをキレさせた「おのざとはじめ」誰やねんっていう知らない方はですねあの億万長者のもう、まあ、億万長者ですからあの僕より稼いでますねあのこんなねこうわざとやってますからねわざとわざと絵的にね東京タワーを自慢してますから これ家,賃家賃30万ぐらいですか確か35だったかなね、まあ、稼いでますからね億万長者ですから、まあ、僕はあのすいません家賃万4万2万二千円でございますすいません僕家賃4万2千0 0円こんまりやっております島ですごいですねすごいですね 僕あの島で小島でやらせていただいてす8年いやでも8年って結構あと2年ぐらいで鹿児島10年ですからねなんか感慨深いものありますね本当にはいということでこの動画がすみません去年の12月ぐらいにアップされてるの知らなかったんでまあ品田さんのおかげですね品田様の品田さんが「吉田さん見といてください」みたいな これ見る必要あんのかなみたいなね。<laughs> 僕のことが喋られ、だら僕の、なんかね、そのメッセージが、いや、僕のことが、その、なんか取り上げられますみたいな、見といてくださいみたいなメッセージ来て、ライブ見たら、全く取り上げられないっていうね。<laughs> いかに H2 クラブをコメントでこう、うまく宣伝した人が、こう、いい感じですよね。<laughs> ちょ、品田ちょっとしか出てない。<laughs> 品田ちょっとしか出てこなかったね。 <laughs> でも赤のやつちゃっかりですよねちゃっかり赤のやつ1,000円ですよちゃっかりしてますねやつ赤のやつ <laughs> 今何分な二20分も喋っちゃった、はい、まあということであの「はじめちゃんって誰やねんと」と僕の感情を間違えた失礼なやつ誰やねんっていうね興味ある方はね一応対談はこの場所かな この、こんな東京タワーの場所でこういう対談ありますからね、一応。あの、それじゃ対談動画とこちらの漢字が間違ってる。まあ、もしかしたらこの動画をチェックしてね、修正するかもしれないですけど、吉谷拓郎さん待ってますよ、みたいな。そう。いや本当に待ってます <laughs> もう全部あの、顧客リストかっさらいますけど大丈夫ですか もう全部かっさらっていきますけど。大丈夫ですかもう <laughs>、まあ、H2 クラブ全部こっちに入れるみたいなね。あざーすみたいな。いいんですか <laughs> 僕にマイクを握りし、握り、握り、握らせたら大変なことになりますよ。大変なことに。<laughs> まあでもね、アウェイだからね。まあそんなこと言ってね。あ、小野里とはじめさん素晴らしい人です。みたいな。 この人はすごいですみたいに言うと思いますけど <laughs> 僕アウェーダメなんですよアウェー全然ダメですねアウェー全然ダメなんでまあちょっとねすいませんあの鹿児島でやってますので H2 まあすいません鹿児島で待ってます <laughs> 全国でやる言うてたから鹿児島で待ってますそう鹿児島で。 あじゃあこれ吉谷拓郎さん待ってますよ言うてるから「小野里はじめに物申す鹿児島で待ってますよ」とかにしときますか同じようにでも H2 入れたいですよね H2 クラブを運営している小野里はじめに物申すかあちょっとタイトル考えます多分 H2 入れた方がいいのかなどうですか H2。H2 宣伝したいでしょどうなんですかどうなんですか ?H2。宣伝したいでしょう <laughs> 会える H2。そう。はい。すいません。あの、ちょっと酔っ払ってるせいにさせていただきます。<laughs> まあでも今日ういい夢見れるなぁ。 いやでもね、まああの小野澤さんもちゃんとねこう発信されていて素晴らしいと思いますよ。うん、やっぱねなかなかねやっぱ発信しなくなりますしやっぱ今回そのやっぱ小野沢さんクラスになるとやっぱねあの品田品田品田 <laughs> 品田なんかなんだ もうなんか、見えない、見えない、みたいなね。もはや見えません、みたいなね。え、誰ですかみたいなね。そう。でもそれはね、やっぱ拾っていくっていうね。品田を拾っていくっていうね。この東京タワーが見える、このお部屋に住んでるお方が、品田を拾っていくっていう、そのスタイル。すごいっすね。<laughs> なかなか拾えないですよ、品田は。品田は拾えない。 いやでも再生数は結構稼いでますからね。<laughs> 味を占めてるんじゃないですか、品ぞで <laughs> <laughs> そ。そう。まあいろいろありますね。でもまあまあまあでもまあ、あのー、すごいと思いますよ。普通はやっぱスルーしますからね。うん。やっぱ変わらないですね、昔と。小野沢さんはね、本当に優しい人なんですよ。これ冗談抜きで。めちゃくちゃ優しいし、まあ僕カメラ転売の そのね、あの手伝ってましたけど、熟成さんに本当に優しくね、フォローしてましたから。めちゃくちゃフォローしてましたよ。カメラ転売うーん。しかもね、やっぱね、小野沢さんはね、サラリーマン結構やられていまして、僕と違って、やっぱ常識もあるんですよ。サラリーマン、何十年結構、20年ぐらいやってますよね。しかも結構大手で。う だ常識もあるしあの僕なんか非常識の人間ですからうんだからまあ結構ねやっぱ小野沢さんは派手にやってるので、まあ、ちょっとうってなる人も多いかもしれないですけどもあのすごく実際にまあだから H2 クラブに入ってね、まあ、セミナーもかなりやられてるやられてますよね会えますみたいな一回その世界どうなのかなみたいなね あの小野沢さんっていう人はどういう人なのかなっていうのを肌でこう触れて聞いて感じるといいんじゃないかなと思いますネット上のなんだ小野沢とはじめじゃなく現場の小野僕はね現場の小野沢とはじめを知ってもらいたい現場の小野沢とはじめがねいいんですよそうやっぱねこ,うこんな感じで撮ってるんだとねなんかちょっとあれなのかなみたいになるじゃないですか 現場の小野里はじめですよ。YouTube 越しじゃなくて、現場の小野里はじめに会っていただくと、僕が言ってることはご理解いただけるんじゃないかなと思います。本当ね、優しい方です。うん。だ優しくないと、まあもちろんね、ちょっと再生数がちょっと取れるっていうのは、もちろん、まあそのビジネスでライクにはあるんだけど、まあ拾えないですよ。お品田は拾えない。<laughs> このクラスでね。 東京タワーが見えるお家に住みながら品田を拾える人はまあまあいないその器はうんそうはいということでこれ動画見るか分かんないですけど <laughs> すいません僕もこれ1か月アップして相当すいませんあの全然見てなかったですけど申し訳ない今日知りました今日ね 2月2日ですね。にゃんにゃんです日、ね、今日、今日もう日付回ってて、今12時3ップなら2月2日か。そう。にゃんにゃん日に発見しました。これ12月の、12月18でございますね。うん、はい。ありがとうございます。漢字が間違ってます。はい。もの申すいい。 これはもしかしたらこれはもしかしたら小野とはじめの仕掛けたトラップだったかもしれない吉谷拓郎にこの H2 小野里めを宣伝させるためのもしかしたらこれわざと漢字を間違えてトラップだったのかもしれない <laughs> これいつか吉谷さんがこうツッコミを入れてくるんじゃないかなとわざと漢字を間違えてわざとこうんか吉谷さんにこうツッコミを入れてこの。 なんか、こう、戦略家ですね。28分か、だいぶ撮っちゃいましたね。これ何分だこれ9分ですね。9分の3倍撮ってますよね。九二十四あ、9分の動画の3倍撮ってますよ。小野里はじめいいよっていうね。どうですか。3倍返しですよ。3倍返し。三倍返し では終わりたいいと思いますこの YouTube の下にねこの問題の動画とあと小野沢さんと対談した動画もありますし一回ここ,ここの場所でね対談したやつもあるのであとはあ小野沢とはじめチャンネルねこの小野沢さんどんなことやってんなと H2 クラブ何なんだみたいなね興味ある方はねあの小野沢とはじめチャンネルに行っていただいてあのただね僕がお勧めするのは現場の小野沢とはじめなんです。 これは、ね、本当に言いたい。あのね、YouTube 越しの小野里はじめではなく、現場の小野里はじめに触れていただきたい。おすすめは僕は YouTube チャンネルではなく、おすすめは現場の小野里はじめです。こちらが生の小野里はじめに触れていただくと、色眼鏡で見るんじゃなく、あの、なんか感じるものがあるんじゃないかなと思います。本当ね、優しいです。以上に。 あと面倒見がいいですね非常に、うん、はい。パパみたいな感じ優しいパパですそうはいでは終わりたいと思いますバイナロ